ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ郡に属す、町村で、ピュルゲン行政共同体を形成する自治体の一つである。ピュルゲンは、ミュンヘン計画地区内、ランツベルクアムレヒ近郊に位置する。ピュルゲンは、レヒガワカのテラス上のモレーン上にある。この町の一部は、カペレンベルクの北斜面にかかるが、 大半は、カペレンベルク、ミュールベルク、ディーンスベルクの3つの丘陵が形成する、渓谷内に位置する。町の中心には、流れ込む川のない池がある。町内を、修道ランツベルク・バイルハイム線が通っているが、この道路は、ディセンアム・アンマーゼーまでの間に12階の、急カーブがある。カペレンベルクは単独の山で、最終表記の後に溶けた水が周囲をえぐった名残で、 ある。この頂上からは、周辺地区やアルプスの峰など素晴らしい眺望が得られる。この町は、公式には4つの地区からなる。ピュルゲン周辺での最初のケルト人入植は、旧石器時代あるいは、紀元前1000年頃の春下っ時に始まった。地名、戦略上重要な位置であること、町の南東のフラウエンバルトに位置する墓地などから、戦士時代に、 大きな入植地が作られていたと推測されている。給料墓はかつて200基存在すると言われたが、1908年には63基だけになっていた。第一次世界大戦後、危機にさらされていた給料墓が調査され、これにより印象深い春したッ特有の装飾が、施された器と仮装され骨が発掘された。 アルハカには古代ギリシアの正度性の水盤が複装されていた。ピュルゲンは12世紀には固有の豊富マルクを形成していた。最初の所有者は現在も家系が続いているプフェッテン家であった。もともとこの家系はランツベルクの城山にペターレイハイドー付きのフェティーネ城を有していた。 プフェッテン家の子祖は1146年頃のオルトルフ・デフェティーネである。ペンツィングとピュルゲンはこの家門の最も古い所領であった。ピュルゲンは1833年に遺産相続の争いのために大部分が焼き払われるまでずっとこの家門内で相続され続けた。その後、村は自由農民たちによって新たに建設された。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって、レンゲンフェルト、シュトフェン、ウンメンドルフ、ピュルゲンが自治体となった。これらの町村は1972年に自由意思に基づき合併し、現在のピュルゲンが成立した。古い伝承から、ピュルゲンには上官があったことがわかる。しかし、この古い上官は、 スウェーデン戦争によって大部分が消失した。1700年頃のベニングの地市にこの城は、とても古く老朽化しているものの、水堀に囲まれた建物と描写されている。18世紀に、木内礼拝堂、ボールとの地下倉庫、11の部屋と一つのホールを持つ、新しい城館が建設された。周囲の立派な農場や森もその所領に含まれた。 村の池の南岸にあったその建物は、美しい外観で、多くの賞賛を受けた。1810年頃の最も古い土地大町地図には、東西を向いた本館と、その町軸を横切る形に配された二棟の、付属建築が見て取れるしかし、この建物は1835年に馬小屋に、至るまで全て破壊されてしまった。現在ではその跡地に建てられた。 建造物に掲げられた記念版だけが王子を思い起こさせるものである。最も古い表記は740年頃のモノメンタ、ジャーマニーに記されたピリンガである。1033年にはピリゲンと記述されている。マイケルベックという歴史記述家は1708年の著書アーカイバムベネディークトビューロネムにピルゲン、時にバーガンとも表記されると記している。 首都府県地区の民家町長はビルフリートレヒラーである。将議会は16議席からなる。現在の紋章は軍議会の構想に基づき1960年5月2日に採択された。図柄、銀字で中央下部に黒い横帯。その上にゆっくりと歩く赤い舌を出して威嚇する黒い獅子。基部に緑の幹部の山。 この紋章はこの町の歴史に基づいている。これは、すでに12世紀からピュルゲンを治め、豊ーフマルクを築いていた、プフェッテン家を思い起こさせるものである。プフェッテン家は、現在も、ピュルゲンと深い関わりを持っている。プフェッテン家の紋章は、教会の墓石に多く見られる。ピュルゲンの紋章の緑の山は、上山や、フラウエンベルトの丘陵母群を示している。 ピュルゲンはこの紋章と同時に、黒から白から緑のストライプで構成された街の旗も制定した。ありがとうございます。